低いボールを入れてきた。そのまま入る。スウェーデンからの先制。杉浦が決めました。今シーズン初ゴール。前半の20分、17位のスウェーデン金沢が先制しました。まあ、キーパーとしたらブラインドになりましたよね。まあ、だけどその右足のキッカーからするとやっぱ今みたいにブラインドになるのですごくやっぱ狙いやすい位置ですよね。はい。まあ、この高さも良かったですよね。相手が触れない位置、まあ、前の選手が、ね、2枚潰れてくれたので、はい、すごく助かりましたよね。杉浦は2013年以来のゴールということになりました。今シーズン1得点目。まあ本人にとっても少しホッとしたでしょうね。そうですね。